はい、どうも、レオンでございます。まあ今日はですね、カタールワールドカップがね、今行われてる中で、ちょっとまあ J リーグとも絡んだお話もしていきたいなというふうに思います。昨日はですね、大会6日目でしたっけ、7日目か、オーストラリア対、チュニジアでオーストラリアが勝ちましたと。これはね、伝えましたね。で、オーストラリアのそのゴールを決めたのがね、唯一の J2 ファジアーノ岡山にいるミチェル・デューク、まさかこんなね活躍するとは。すごくね、いい選手なんですよね。あの見てると J リーグではなかなか見る機会ないんですけども、前線からプレッシングもできるし、で、ね、シュート力もあるし、でフィジカルも強いし、でそこそこスピードもあるし、うん、いや、めちゃめちゃいい選手だなって思いましたね、正直ね。で、何が言いたいかというとね、そんな J2 にいるような選手じゃもうねえなって、ぶっちゃけ。これは完全に、ね、事故というか J2 にいること自体が。だから、おそらくですけど、ね、日本の J リーグはもうシーズン終わるんで、ワールドカップも終わってるんでね。このワールドカップ終了後、ファジアーノ岡山から移籍した方がいいよね。その J2 に留まっちゃダメよ。まあ、J1 もそうだけど、例えばね、海外、ヨーロッパはどうかな？年齢的に30歳ぐらいらしいんで、まあ今からオファーがあるのはなかなか難しいかもしれないですけど、メジャーリーグサッカーとかね、やっぱ中東とかもっと金稼げるところにね、行った方がいいよね。どう考えても J2 じゃないよね。まあ J1 からオファー来るかどうかわからへんけど、まあ J1 結構フォワード埋まってるんでね、あれなんですけど、いや、まあ J1 でも取った方がいいかもしれんね。中途半端なブラジル人取るぐらいだったら絶対、ミチェル・デュークの方がいいよ。ねえ、ディフェンスもできる、点も取れる、ね、決定力もある。素晴らしいよね。普通に。で、強い。めちゃめちゃいいじゃん。と思っててね。だから逆に言うと、ファジアーノ岡山は来年ピンチかな。ミチェル・デューク抜けるよ、絶対。100% 抜けると思うね。こんなもん維持できるはずないから、これだけの選手を。だから、岡山、あれやな、昇格できなさそうやな。感じるわ、マジで、それは。むちゃくちゃ、逆に言うと、ファジアーノ岡山がね、今シーズン J2 で躍進したのは、ミチェル・デュークのおかげやってんなって、改めて感じました。はい。まあでもね、もうバレてしまったというか、まあ仕方がないんですけど、いい選手ってやっぱ活躍するんでね。ミチェルというか、確実に引き抜かれると思うんで、まあ、どこに引き抜かれるかは分かんないですけども、来シーズン、岡山にいないことだけは確実なんで、もう戦術バイスかな。バイスで残留するしかない、昇格するしかないと思うけど、まあ、どっちにしても、デュークが引き抜かれるのは確実。そして抜かれて、誰を補強するか分からへんけど、デュークが抜かれたら、岡山の昇格もないと。いうことをファジアの岡山のティフォージに伝えるわ。